皆さんこんにちは。今週も始まりましたワクワクキッズ、七田教育研究所代表七田式主催の七田光です。この番組では光先生と呼んでください。今週のテーマは言葉遣いです。家の中でいるときはですね、家族の皆さんが喋る言葉遣いが子どもの言葉遣いとなります。ところがですね、保育園に行く、あるいは幼稚園に行く、そして小学校に行く、そうするとですね、友達の影響っていうのがあります。その前にテレビの影響などもあるかもしれませんけれども、そういった他の人が使っている言葉に影響を受けるというのがありますね。乱暴な言葉遣いをして、困ると。自分のお子さんのこともあれば、よそのお子さんが乱暴な言葉遣いをしていて、それがうつりはしないかと心配するとかね、言葉遣いに関するお悩みというのもいろいろあるかと思います。一方で子どもはですね、使っちゃいけないと言われる、言っちゃいけない言葉っていうのをどうしても言いたくなったりするところがあります。で、言葉というのはそもそもですね、相手に伝えたいことを伝えるためのものであって、誰と話をするかによって言葉遣いもおのずと変わってくると思います。友達と話しているのか、あるいは先生やお父さんお母さんなど大人と話をしているのか、それだけでも言葉遣いというのはおのずと変わってくるものです。日本語というのは、そういう尊敬語とかね、謙譲語とかいった、そういう敬語が存在する国語ですのでね、ぜひそういった意味も含めて子どもの使う言葉というのはしっかり意識していきたいものですけれども、そういうふうにね、乱暴な言葉を使ってしまうって困る、どういうふうにしたら、治るのかなっていうふうにお悩みの方があると思うんですけれども、そういう時にはですね、言葉っていうのはすごく大事で、そういう言葉を使う人は、こういう人になるよとかね、いい言葉を使ってるとこういう風になるよっていう風に、その言葉を使ったその先のことについて、伝えてあげると理解をしてくれるんじゃないかなと思います。それでもなかなか治らないよっていう場合にはぜひお試しいただきたいことがあるんですけれども、子どもの言葉遣い、悪い言葉遣いが治らない時、そんな時にも絵本を使ってみましょう。どうぞ。七田の質問。大きくなったら何になりたいですか？お医者さんです。横綱になりたい。忍者。できるよ絶対、なれるよきっと。七田ですくすく夢育て、君の可能性は無限大。60年のメソッドが世界中で進化する七田式教室。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。おい、シュン、バッタ見つけたからこっち来いよ。ゴンちゃん待って。今日もウサギのシュンくんは幼稚園で元気にゴリラのゴンちゃんと遊んでいます。ほら、殿様バッタ、お前も触るか？僕はいいよ。シュンくんは虫を触るのがちょっと怖いのです。ゴンちゃんすごい、かっこいいな。シュン君にはゴンちゃんがキラキラして見えます。お昼になりました。今日の給食はシュン君の大好きなカレーライスです。シュン君は味わいながら少しずつ食べていました。すると、おいシュン、先に外に行ってるからお前も早く食ってこいよ。ゴンちゃんはシュン君の肩をドンと叩いて走っていきました。食うだって、かっこいい。ゴンちゃんみたいな言葉で話したら僕も強くなれるかな。乱暴な言葉を使うゴンちゃんがシュン君にはますますキラキラして見えます。お迎えの時間です。いつもは
お母さんとおしゃべりしながら帰るのに、今日のしゅんくんは頭の中がゴンちゃん言葉のことでいっぱいです。使ってみたいな、使ってみようかな。しゅん、どうしたの？いつもにぎやかなのに今日はなんだか静かね。そんなことない、しゅんくんはぶっきらぼうに答えました。お家に帰るとおやつの時間です。テーブルに着いたしゅんくん、早くおやつ食いたいとちっちゃな声で言ってみました。お母さんの方をそっと見ると、どうやらお母さんには聞こえなかったようです。しゅんくんはドキドキしながら、今度は大きな声で、早くおやつ食いたいと言いました。言えた、これで僕もゴンちゃんみたいになれるぞ。なんだかパワーが出てきた気がする。大きな気分になってきたしゅんくん、テーブルをどんどん叩いて、早く持ってこい、食いと言いかけて、しゅんくんはびっくりしました。なぜかというと、お母さんがとっても悲しそうな顔をしてしゅんくんを見ていたからです。あれ、お母さんの顔を見た途端、しゅんくんの気持ちはシュルシュルシュルと小さくしぼんでいきました。しゅんが喜ぶ顔が見たくて、大好きな人参ケーキを心を込めて作ったのに、それを食いたいだなんて、お母さん悲しいわ。お母さんの話を聞いて、しゅんくんの気持ちはどん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 しぼんでいきました。ねえしゅん、言葉って大事よ。言葉で心が変わっちゃうのよ。乱暴な言葉を使っていると人にも乱暴になっちゃうよ。反対に優しい言葉を使っていたらどうなると思う？優しくなる？そうよ、優しい言葉の周りは優しい気持ちでいっぱいになるのよ。お母さんはそういう人の方がかっこいいと思うよ。次の日の幼稚園です。おいしゅん、アゲハチョウがいるぜ。こら待て。ゴンちゃんはアゲハチョウを追いかけています。それを見てしゅんくんは思いました。今日のゴンちゃんキラキラしてない。ゴンちゃん、そんなに乱暴にしたら蝶がびっくりするよ。おいで、優しい声でしゅんくんが言うと、アゲハチョウがしゅんくんの指にすっと止まりました。しゅんくん、優しい気持ちになったら虫も怖くなくなったみたいです。あれ、今日のしゅん、なんかキラキラしてる。ゴンちゃんはふとそう思いました。おしまい。みんなで団結。みんな、こんにちは。さあ、水戸先生です。今日もいっぱい遊ぼうね。はい、のりのり先生です。さあ、今日は水戸先生、どんな体操するのかな。うん、今日はグラ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 、はあはあ、グラグラバランス遊び。バランスね。のりのり先生はバランスは得意かな。バランスはね、でも最近ね、ちょっと階段とかでこうつまずいたりするんだ。どうしたらいいかな。じゃあそんな時にはこんな遊びやってみよう。やってみよう。まず一つ目は片足を上げてグラグラ。1、2、3、4、5。片足で、そう、5秒。みんなで耐えれるかな、できるかな。じゃあみんなで一緒にやってみよう。やってみよう。じゃあ行くよ、せーの、1、2、3、4、5。よいしょ。よし。さあ、お友達はできたかな。のりのり先生どうだった。大丈夫、バチン。できました。じゃあ今度は足を変えて反対の足でもやってみよう。意外と反対の足になるとグラグラグラってふらついちゃったり、あ、こっちの足の方がうまくできるぞっていうお友達もいると思うから、違い、足の違いも感じながらやってみよう。じゃあいくよ、せーの、1、2、3、4、1、4、4、
ちょっと長いできた長いさあ C が長いみんなすごい上手だったよ大宮先生も、うん、なんとかいけたね大丈夫、なんとか大丈夫、うん、ただこのバランスだとみんなどうだった、だいぶ慣れてきたかな、うん、ちょっとやっぱり反対の足は難しかったね、うんうん、じゃあ今度は反対の足難しかったりするけど、うん、ちょっとバランスの種類を変えてやってみよう、ほうみんながいろんなものに変身するよ、変身変身最高だねまず一つ目はみんなが木になります、木、うん、じゃあ見ててね、一つ目の木はよいしょ5、こんな木もあればノリノリ先生みたいにこんな、お、これは何の木かな、松の木、松の木、うん、松の木、子供わかるか、松の木もこんなんなってるやろ、枝とかな、うん、いろんな木をやってみよう、じゃあノリノリ先生が見たせどっちの木でもいいし自分の考えた木、好きな木に変身してみよう、変身、じゃあいくよ、せーの1、2、3、4、5、わー、どうだった、木になるとちょっと難しかったかな、ちょっと難しかったね、うん、でさっきの5秒とは違って木に変身することでもっとグラ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 ってなったお友達もいるんじゃないのかな、じゃあ今度はそれをまた反対の足で違う木に変身して、また違う木でいいんだね、うん、今度は違う木だよ、いろいろみんな考えてみてね、じゃあ、はい、いけたかな、もうちょっと考える、ノリノリ先生できたかな、なんかすごい息が出てきそうだねよし、大丈夫、OK、うん、じゃあいくよ、せーの1、2、3、4、5、 OK、 よし、ノリノリ先生なんか咲いてたね、うん、咲いてた ね花がね、うん、木だからね、何か咲いたりするね、そう、手もいろんな形、こういう下にしたり上に伸びたり、さっきの松の木みたいにニョロニョロニョロ、こうするといろんな木に変身できるね、いろんな形したら楽しいね、楽しいね、うんうん、じゃあ次は飛行機に変身するよ、飛行機じゃあ溝先生が今から飛行機に変身するから、うん、よーく見といてね、見とこう、じゃあいくよ、よいしょ、すごい飛んでるね、すごいね、さあどうだろう、今のボーイング、ボーイング、ジャルジャルは会社だからボーイングとかエアバスとか、エアバス、うん、会社に行ったし、まあそれはいいか、置いといてね、じゃあ今度はみんなも飛行機に、飛行機変身だ、変身、じゃあ行くよ、せーの、お、1、2、3、4、5、あ、いけた、いけた、じゃあ最後反対の足でもできるかな、反対の足、さあみんないろんな飛行機、ジェット機とかでもいいよ、やってみよう、せーの1、2、3、4、5、よいしょ、いけた、さあノリノリ先生も綺麗な飛行機になっていたね、うん、じゃあこの後お友達は今日やったやつを振り返ろう、お母さんはトール先生のお話を聞いてください、はい、トール先生です、今日の体操のテーマはバランス遊びでした、バランスは言い換えると倒れかけた体を立て直す能力です、この能力幼児期に大きく伸びると言われています、え、バランスでもなんか地味な感じと思いますよね、はい、でもとっても大切なものなんです、普段の生活の中で体が倒れかける時っていっぱいありますよね、さっきノリノリ先生は階段で倒れそうになると言っていました、お家の方はどうでしょうか、例えば電車の中でもし立ってる時に急ブレーキかかります、ぐーっと倒れかけた体を立て直すことってありますよね、もちろん何かにつまずいておっと危なかったっていう時もあるでしょうし、生きていく中でいっぱいそういうシーンはあります、もしでもその時に体を立て直せなかったらど
どうなりますか。大きな怪我につながる可能性ありますよね。ですのでこういうバランス能力とっても大事です。ぜひお家でもやってみてください。またお子さんに関してはゆらゆらっと揺れる感触大好きです。さっきのこういう立ち方とか公園の中ではどうでしょうか。公園とか歩道にあるちっちゃい細いね、狭い縁石歩いてませんか。またはお子さんが自分の足でこうやってかたどれね、よくありますね、線を描いてその線の上を自分で歩いてみたり、いろんな能力を試してるんですけども、実はお子さんそういったイライラーっと細い狭いところ歩くのが大好きなんです。はい、お子さんが大好きなイライラーっと揺れる遊びと体を立てかける、言い直しますね、すみません、立て直す能力実は合体してます。はい、もしねお家でもこういう機会あって何か変身してどんどんイライラーっと揺れる遊びを取り入れてください。はい、では今日も最後にする体操を覚えてもらってしっかりお家でやってみてください。はい、ではみんなこんにちは。今日はひとみ先生だよ、よろしくね。じゃあまずは国旗のカードを3枚見るよ。これは日本の国旗、これはバングラディシュの国旗、これはブラジルの国旗だよ。日本の国旗はみんな知ってるかな。バングラディシュの国旗は日本の国旗とよく似ているね。周りが緑で真ん中に赤い丸があるよ。でもよーく見てみるとこの赤い丸は日本よりも少し大きくて左に寄っているよ。ブラジルの国旗も真ん中に青い丸があるね。でもその周りに黄色いひし形があるよ。じゃあこれから問題を出すよ。真ん中の国旗はどこの国の国旗だったかな。正解はバングラディシュでした。じゃあ次の国旗を見てみようね。赤、白、これはインドネシアの国旗。赤、真ん中に白い十字、これはスイスの国旗。白、赤、これはポーランドの国旗。どれも赤と白が使われているね。インドネシアとポーランドは赤と白が反対になっているよ。スイスは珍しい形だね。じゃあこれから問題を出すよ。左の国旗はどこの国の国旗だったかな。正解はインドネシアでした。じゃあ次はマンダラ記憶だよ。マンダラ記憶はこんな風に4つに色分けされた色の場所を覚える取り組みだよ。こんな風に5秒見て、5秒経ったらこの白いカードを見せます。どこが何色だったか答えてみてね。じゃあいくよ。はい、はい、どこが何色だったかな。わかったかな。じゃあ答えを見てみようか。正解はこうでした。どうだったかな。じゃあ次の問題に行くよ。次はちょっと形が違うよ。はい、
はい。タコが何色だったかな。みんなわかったかな。じゃあ答えを見てみようか。正解は5でした。どうだったかな。じゃあ次の問題に行ってみようか。最後はちょっと難しくなるよ。ちょっと長めに見てみようね。はい。はい。どこが何色だったかな。みんなわかったかな。じゃあ答えを見てみようか。正解は5でした。みんなできたかな。今度は漢詩だよ。みんなは漢詩って聞いたことあるかな。今日は祖職という人が作った春夜だよ。歌で聞いてみよう。一国値千金、花に成功あり、月に金あり、かかんのない恋さいさい、終戦いなく夜ちんちん。春章一国値千金、花に成功あり、月に金あり、かかんのない恋さいさい、終戦いなく夜ちんちん。夜ちんちん春夜。これでこのコーナーは終わりだよ。ひとみ先生でした。七田の質問。大きくなったら何になりたいですか。看護師さん。幼稚園の点々。滑れない。できるよ絶対、なれるよきっと。七田ですくすく夢育て、君の可能性は無限大。60年のメソッドが世界中で進化する七田式教室。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか。楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、続いては体操の時間です。今からやる体操はゴーゴー元気ズっていう体操です。動きをみんなでちょっと練習してみましょう。やってみよう。やってみよう。じゃあいくよ。ゴー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 元気ズ。こんな感じで腕をこうやってね、突き上げてください。ちょっと早いから難しいよ。できるかな。もう一回いくよ。はい、 Go 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 元気。はい、とても上手です。その後はその手を横に大きくバイバイ。横にバイバーイ。バイバーイ。大きく手を広げてね。はい、じゃあこんな動きでみんなで元気に踊ってみましょう。踊ってみよう。ミュージックスタート。
して転んでつまずいてへこたれても僕らの合言葉今叫ぼう綺麗な言葉って大切。またみんなで遊ぼうね。じゃあまたね。今日使った教材はこちらの3点です。国旗カードの中には120の国の国旗のカードが入っています。マンダラカードの中には色のついたカードと白いカードが入っています。セットの中にペンも入っていますので、この白いカードの方に塗って答えを書いてください。イレーサーもついてますので、何度も消して取り組みをし直すことができます。最後に漢詩の歌です。こちらには12曲入っています。カラオケバージョンもありますので、ぜひご家族皆さんで歌ってみてください。今日ご紹介した教材はすべて七田式オフィシャルオンラインストアでお買い求めいただけます。ぜひ一度ご覧ください。電話番号は 0120-199-415 です。どうぞお気軽にお問い合わせください。